フランチェスコ・パオロ・ミケッティは、イタリアの画家である。現在のアブルッツォ・シューペスカーラ県のトッコダ・カザウリアで、生まれた。父親は、音楽の教師で、母親は、オルガン演奏者であった。美術の才能が認められ、1868年に、キエーティの町から奨学金を得て、ナポリ美術アカデミーに入学し、ドメニコモレリの下で学んだ。 ナポリ近郊のエルコラーノやポルティチで活動していた、レジーナ派の画家、フィリッポ・パリッチや、ジュゼッペ・デ・ニッティス、マルコ・デ・グレゴリオラの影響を受け、故郷のアブルッツォの自然を描く風景画や宗教画を描くようになった。パリで活動をしていた、ジュゼッペ・デ・ニッティスに勧められて、1872年にパリの展覧会に出展し、1875年、1876年にも、 出展した。1870年代後半、1880年代のイタリアの国内の展覧会で高い評価を得て多くの作品を出展した。1896年にナポリの伝統ある学術団体アカデミア・ポンタニアーナの会員に選ばれ、1903年にローマの美術団体アカデミア・ディサン・ルカの会員に選ばれた。 1913年に、ローマ近代美術館の選定委員に任命された。1909年には、上院議員の候補にもなった。1883年から、アドリア海の継承地、フランカヴィルッタ、アルマーレに住み、そこで死去した。ありがとうございます。